はらは、はい、でまあこんな感じでやってるわけですが、今日はいろいろな審査員の方が来てくれていると僕は聞きました。なんかすごい人が見てるらしいですね。すごい人が見てるらしい。こちら葛飾区亀有公園前出場を書いている秋元康さんという人がいるらしいんだな。違うんじゃないのそれ。違うでしょ。違うの。まあよくわからない。どんな人、どんな人、その人に捧げます。はい、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、イエー。すごい前列の人たち今シーンとした顔で見てるんですが、これ大丈夫なんですか。お前らピカチュウの呪いかかるぞ。これピカチュウぶつけて、ピカチュウの呪い、なんだこれ。こいつらノリ悪いな、ノリ悪いな。ゲイサイのノリで投げ返されてきました。投げ返されてきました。アートはノリだ、まあ、全てがノリだ。まあこんなことはどうでもよく、まあこんな全てはどうでもよく、じゃあそろそろ真面目な話をいきましょう。本当の文芸評論家、思想家の東博樹さんの登場です。どうぞ。はい、どうもです。すいません、僕の不祥の弟子たちがバカなものを見せて一応これ説明しておきますと、まあ、僕今講談社っていうところで、東博樹のゼロ赤道場っていうのやってるんですけど、その一応ゼロ赤参加者ってことになってます。でゼロ赤っていうのはそのアカデミズムをゼロに戻すみたいなコンセプトでやってるんですが、いや最初は違ったんですけど、一応途中からそういうコンセプトになっていてですね、まあ、こういう変わった熱がいっぱい評論を書きたいと称して、まあ、集まってきたと。でそしたら村上隆さんの方から、連絡を受けまして、で実は僕もゼロ赤やっててですね、今から10年ぐらい前に日本ゼロ年展とかスーパーフラットとかっていう時に、なんかこうアートをゼロに戻していくみたいなことをみんなやっていたんで、僕も似たことやってるなと思ってたんで、まあ取り上げてもらって嬉しいから、じゃあブースよろしくって言ったらこうなっちゃったんですよ。本当すいません。でお前ら何やってんの一体。スーパーラルクです。あともう一個作品考えてきたんですよ。ピカーっていうのもあるんですよ。ピカーっていうのはちょっとピカー出してもらいますよ。ピカあ、そうなんだ。これは東博樹スレッドっていう2チャンネルのスレッドのポテハンの名前です。誰も知らないです。まあピカーです。まあ一応ね、チンポムパロディですね。チンポムさんいらっしゃってるでしょきっと。今日チンポムさんいらっしゃってる。どこにいらっしゃってます。なんか玉尾城さんでしたっけ。なんか玉尾城さんみたいな名前の人いましたよね確か。玉尾城じゃ出なかったっけ、なんだっけ。まあいいけどね。それ名前ですけどね。玉泉、玉泉、玉泉。あとどうなの、これ芸祭来てみて。滑ってますね。滑ってるね。滑ってますね。なんでこんなことが起きてるんですかね。どうするのこれ。滑っちゃって こいつらちょっとレベル高すぎて分かんないんじゃないですかね。あ、そうなんだ。そうなんですよね。つまりスーパーラルクははっきり言ってしまう22世紀のアートなんです。そうです。最先端すぎて分かんないんですよアートを。まあ君たちはちょっと100年経ってから出直してきた方がいい。まあそういうちょっといじりネタも機能しないみたいだからさ、はい、少しなんかお前らのなんかブースのコンセプトみたいなものをちゃんと喋ったら。まあ我々はゼロ赤道場のブースをやっておりまして、まあ基本的には本当は本来は企業ユニットなので、まあ、この形でアートという形で企業をやるということをちょっと試してみたんですが、本来は企業をやってます。というわけで理念的にはこの会場にある全ブースの作品を批評します。そしてブログに発表します。藤田直哉のファイナルザクティ革命というサイトにアップする、もしくは貼り出します。いやそうじゃなくて、これがプリントアウトしてあそこで貼るんでしょ。貼ります、貼ります。なんか一応彼らは、まあ、こういうバカげたこともやってるけれども、本当は評論家なんだっていうところも示したいってことで、これからおそらく、全部のブースいくつあるの。600近くあります、ね、600近くあるの。できれば全部やります。できれば全部ブースを回ってなんか批評して、ゼロアカのブースに貼るそうです。まあそれ見てきに来てやってください。だから全員批評します、マジでガチで。でしかしね、なんかまあこいつらもう2日寝てないらしいので、実はこのブースのね、あれが決まったの自体3日ぐらい前で、それから2日でやってるんで、こいつなんかもう2日ぐらい寝てないから、ちょっと頭おかしい。昨日できた寝たとかなんで、本当にガストで大丈夫坂上。うんしゅはい。で、僕たちもちょっと回収できなかったところで、そろ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 、じゃあみんな出てきてもらえますか。じゃあゼロアカ同情生の皆さん、まだなんかあんの、来てください、来てください。あ、これはまあ他のヤズヤさんと、まあ、水野さん、拍手で迎えてくれると嬉しいんだな。あ、じゃあテーマソングがあります。我々のテーマソングがあります。皆さんで一緒に歌いましょう。参加者の峰尾くんという方がいるんですが、峰尾くん今日欠席したので、まあ、俺じゃあ帰るよそれ。帰んないでください。 俺歌わないよ。帰んないでください。峰尾のアンダルはイエイ、峰尾のアンダルはイエイ、会場の皆さんやってください。やってください、お願いします、お願いします、本当お願いします、やってください、お願いします、やってください。もう一回やります。ミレオのアダルはイエイイエイイエイ、ミレオのアダルはイエイイエイイエイ。
やりませんね。これはもう全然ダメですね。もうこれはどうしましょう。あの最後坂上くんに任せます。僕は全て任せます、帰りましょう。ミネオのアナルとこのスーパーラルクの存在、ちょっと22世紀のものなので、ちょっとみんなドラえもんとか読み直してね、いろいろ秘密道具とかから現代美術をまた考え直して、その時にまたこのスーパーラルクのことを思い出していただければと思います。スーパーラルクを見てくれてありがとう。乾いた